どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、今話題の、編成ではなくてですね、攻め方オメガスタイルについて喋、っていきたいと思います。オメガスタイル何のね、語源かと言いますと、皆さんご存知の通り、クラッシュオブクランのちょこっと攻略という記事を書かれている管理人さんがですね、オメガさんという方なんですね。画面に出ていると思いますけれども、ちょこっと攻略、そしてツイッターは、クラッシュオブクランオメガさん、もうこの方が、タウンホール9の時代、もうこの方はもう火壁をですね、タウンホール9の時点で全て塗り終えてタウンホール10に上げたというです、もう素晴らしい、私が尊敬する方でございます。この方がタウンホール9の時代にやっていた攻め、それがオメガスタイルなんですね。そのオメガスタイルについて喋っていきたいと思います。まずですね、このオメガさん、もう非常に多忙な人だということで、その1日に今2時間3時間プレイすることができるかできないかの方で、結構忙しい人、そのクラッシュオブクランをめっちゃガチでやりたいけども、時間があまりない人に向けた、その、戦法というか戦法ですね、はい、よりこう、その効率が良くてですね、高回転で、その資源を、もうね奪っちゃうという攻撃方法でございます。もうですね、私も、最近はこのオメガスタイルにハマっておりまして、ずっとオメガスタイルでやっているんですけれども、はい、まずですね、オメガスタイルというのは、基本的にはババアチャなんですけれども、ユニット構成を見ていきましょう。バーバリアン、アーチャー、ウォールブレイカー、要するにですね、BAW という、バウ、わかんないですけど、読み方わかんないですけども、この3体を使っていくと。そして、ここまでは基本的なその BAW だと思うんですけれども、内容がありまして、やはりその、そこまで重課金じゃない限り、エメラルドっていうのは結構大事ですよね。なので、弊社を2つブーストします。弊社を2つブースト。4つあるうちの2つをブーストします。そして、例えばこっちとここをですね、ブーストしましたら、ブーストしている弊社でバーバリアンとアーチャーを、どんどんこう生産していくという感じですね。そしてもう残りの2つ、ブーストしていない残りの2つは、1つはウォールブレイカーを生産すると。そしてもう1つはそこはアーチャーがいいと思いますね、私は。はい、そこで、もうですね、ウォールブレイカー、なぜウォールブレイカーを入れるのかと、私以前の動画で、ババアちゃんについての動画を出しましたけれども、そういうその放置村を狩るときって、基本的にその資源が真ん中とかにはなくてですね、外側にこう壁に挟まっていないというか、壁に囲われていない部分に結構その資源というのは固まっているんですね。私の村でも、このような感じで、外にあります。それなので、別にババアチャでいいんじゃねと思う方はいらっしゃると思うんですけれども、やはりですね、私が自分の中で勝手に呼んでいるんですけれども、最強のうまうま村っていうのをですね、勝手に名付けておりまして、最強のうまうま村というのは、以前の動画でも出ましたけれども、こういう38万、41万取れてるんですよ。バーバリアン、アーチャー、ウォールブレイカーで。それなぜ取れているかというと、基本的にはその金庫に金庫ではなく金山に溜まっているんですけれども、このようにエリクサータンク金庫に、溜まっているんですね。これを取るためにはやはりそのバーバリアンアーチャーでは、中に侵入していくっていうのは、この場合ですと金壁なので結構入りやすいことは入りやすいんですけれども、濃い紫壁、紫壁であったり、ピンク壁もそうですよ。結構入りにくいので、ここはちゃんとやっぱりウォールブレイカーで、ユニットを死なせずにですね、突き進んでいくということが非常に重要になってきます。はい。なので、やはりそのウォールブレイカーの重要性っていうのは非常に、高いですね。はい。そして、ですね、この2つ弊社をブーストしていくということは、1回の戦闘でですね、やはり高回転率ということで、あまり兵を死なせたくないんですね。そこで重要となってくるのが、トロフィー数の維持。やっぱりその放置村を勝っていくと、もう破壊率が 28% とかで、そこまでそのトロフィー数が非常に下がってしまうことが、やはり一つの問題点となってくるんですね。そうした時に、ここがオメガスタイルのミソのポイントでして、攻撃するときはですね、絶対に勝つということではないんですよ。
カツっていうのは、バーバリアンアーチャーで、周りの施設を破壊することによる星1を獲得して 50% 破壊で、星1を獲得して、まあ、そのトロフィー数をね下げないという方法なんですけれども、ここが非常にミソのポイントでありまして、破壊率が 35% を超えたならば、もう普通にですよ、防衛施設ではなくてその周りのね、その金山であったりそのエリクサーポンプを攻撃するにあたって 35% を超えたならば、50% を目指して、そのトロフィーをね取っていく、減らさないということをするんです。しかし 35% 未満でしたら、もうそこはもう諦めて撤退するという感じにするということですね。これなぜかそういうことをするかというと、先ほども申し上げた通り、そのもうユニット死なせない、やっぱ時間がないですから、やはりそのオメガスタイルではね、時間がない方にもう非常におすすめな感じなので、もうユニットをいかに死なせずに、トロフィー数も下げすぎずに、いかに高回転で取るかっていうのが非常に重要となってくると思いますので、やはりこの 35% というライン、一つのラインは非常にもういいですね。やはり自分の中でラインを決めるということは非常に大事だと思います。ということで、今回長々とね、オメガスタイルについて、語っていきましたけれども、本当におすすめですので、このですね、私紹介したのはちゃんと評価を取っておりありますので、ご本人様に、非常にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんもこのオメガスタイル、ぜひとも、試してみてください。ご視聴ありがとうございました。